何時だと思ってんだい。大きなお世話だい。まだ用意の口じゃねえか。うるさいんだけどね、市長迷惑だよ、夜遅くなって。何この野郎、うるせえってのはな、こういうの言うんだい。帰るでしょ、せーか。彼が心安らかに星の世界へ飛び込めるのは夜遅くなってからでありますが、夜を徹して星を見るのあまりこの有様。星を見るのもいい加減にしろや。第一、いい年して少しは自分のことを考えたらどうだ。今度成績が良くないぞ。すいません。弁当箱。ありがとう。何か悩んでるな、おじさん。近頃じゃネオンとかいろんな明るいものも多いだろ。夜遅くなんだけ星を見ることはできないんだよ。だからお兄さん会社じゃ眠くてヘマばかり。兄さんは星を見るの？うん。毎日？まあいいよね。どうして？宇宙にね、お兄さんの名前のついた星を持ちたいのさ。福神彗星。それに星は汚れてなくて綺麗だろ。地球なんか人間もうじゃうじゃいるし、うるさくて。君も一度星を見てごらん。素晴らしいぞ。まあ今夜いいことがあるよ、きっと。じゃあね。バイバイ。元気でな。先も眠る牛蜜時、それでも福神君はやめられず。星じゃない、大変だ、変化だ、宇宙人だ。
大変だよ、開けてくれ、すぐ電話貸してくれよ。ねえねえ、ゼロの野郎、なんだ今自分。大変だよ、宇宙人の白井だ、すぐルートだけ見たい。ねえこの野郎、ねえ僕やがって。何宇宙人だい。ああ助けてー、泥棒泥棒。あ、ウルトラ警備隊、エソ一般市民ですが、緊急連絡です。何？今頃一般市民から？ああ、とにかく繋いだ。はい、世田谷区の福神さん。はい。え、円盤襲来。うん、計算した。うん、ありがとう。データを頼むよ。うん、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 うん。合計139度40分。うん。北緯は、うん、角度32度。時間はいつごろですか？ええ。どうしたの？了解したんです。うん、ありがとう。隊長、アマチュア天文学者から円盤群との報告。観測地点、東経139度40分、北緯35度40分、角度32度。かなり詳しい報告です。うちの観測官は？はあ。もしもし、観測官ですか？またよくあるアマチュアの錯覚だ。のことなんですけど。寝ぼけるなよ、蘇我。あ、そうですか。別に異常はない。はあはあ、わかりました。隊長。うちの観測官も全体にわたりそのような襲来事実はないとのことです。うん、それ見ろ。一応パトロールだけしてみましょうか。そう、それがいいよ。無駄だよ、そんな電話いちいち気にしてたら。はい、隊長、その第一歩の後、同じようなアマチュア天文家からかなりの数の電話がかかってきてるそうです。交換からです。もしもし、知らせてくれた人には丁重に感謝してください。現在調査中です。うん。うんうん。そうなんだ。あ、東京天文台ですか。ウルトラ警備隊ですか。じゃあ、こちらです。あ、東京大学天体観測所ですか。ええ、あ、そうですか。警備隊です。じゃあお願いします。別に、あ、別に上映もありゃしない。アマチュア天文台の新機能だよ。観測地点はね、東経139度40分。あ、そうですか。北緯が35度40分、角度32度。はいはい。あ、わかりました。あ、そうですか。隊長、東京天文台でも異常は認めていませんね。どうも。東大でも同様です。よし。おそらく何かの間違いだ。別の気象状態をアマチュアの数人が偶然錯覚したものと思う。普段よりも星の数が多いみたいだ。やけにロマンチックだな。総隊員、さっきのアマチュアの観測データをください。あ、うん、あ、おかしいな。何も発見されないじゃないか。何がおかしいんだ。いや、星の数が普段より多いみたいだ。遊戯おじさん、何か見つけなかった？なんで？いやだな、変な顔して。何か押しても見つけたんじゃないかと思って聞いただけさ。そうか。星じゃなくて円盤見たんだけど、錯覚だってウルトラ警備隊から言ってきた。ウルトラ警備隊？ああ、僕が一番に知らせたんだ。昨日は何人ものアマチュア見間違えたらしい。気象の状態で地上なんかの光が蜃気楼となって円盤に見えたらしいんだな。おじさん、
今日こそ円盤見られるよ。確か見つかるかな。じゃあね。バイ。東の空だよ、きっと。姉ちゃんよ、昨日はちょっと薬が来すぎだな。え？かわいそうだよ、子供だからな。何言ってんだよ。いいとしやがって、お前。星と宇宙人だなんて。向かいだよ。俺はね、あいつのためを持ってってるんだよ。どうだか。なんだよ。ああ、ゲンさん、ゲンさん、またまた、そのこの、本当、すみません、本当に。いや、もう、本当にもう、組んでるやつ、これ。もう、立ててるんだ、もう、誰や、誰ですか、わかるけどな。うん、いや、もう、誰がすんだ、ほら、本当に。やめ、お前ね、頭いけない。この野郎、ゆうべはよくも、ゲンさん。邪魔しまったらめ、双眼鏡なんかめ叩き寄ってるとまに。あれは望遠鏡です。この野郎。まっ。見空でとうとう狂ったか。やろう、今日こそ。エンパだ、宇宙人だ。やいくめ、たじめやか。おならもう勘弁できねえぞ。待って待って、これを見てください。これを、これを、これ見えねえぞ。見えねえ、見えねえ。目が反対です。ほっ、おいおい、それ消防署、消防署行こう。違うよ、おじさん、ウルトラ系みたい、ウルトラ系みたいだよ。そうだ、写真を撮ろう。写真、写真だ。よし、今日こそ証拠があるぞ。通報者、世田谷の福神さんです。今日は念のため円盤のフィルムを持って駆けつけたそうです。よし、とにかく写真案に混ぜる。はい、はい、どうも。あ、これで一段落か。昨日今日とアマチュアからの知らせがやけに多い。しかし天文台その他の観測所では何の異変も認めてない。どういう現象だろう。馬鹿げてるよ。こんなデタラメな通報をいちいちウルトラ警備隊が真に受けてパトロールに出動するなんてな。何ともなければそれでいいじゃないか。我々が無駄な働きをすればするだけ地球は平和ってことだ。隊長、福神さんの持参した写真を焼いたんですが何の異変もないようです。そんなことだと思ったよ。これからはこの手の通報連絡は広報班にやってもらうか。そうですよ隊長、肝心なことがおろそかになるといけません。星が多いな。何がウルトラ球体だ。俺この目でちゃんと見たんだ。まあいいじゃないですか、なんかの間違いだったんですよ。早くしろ。写真は異常がありません、どうぞ来てください。おいしい。あいつらな、素人メンバー見つかれたんで恥ずかしがってやんだよ。おい、起きろ。そう、起きろってんだ。終わっちゃうな。お手伝いに殴ろう。いい加減にしてくれよ、眠りやしねえじゃないかよ。すいません。円盤だ、宇宙人だ。おじさん、一体どういう風の吹き回しだ。何するなよ。
ちゃんな、あんまり気が強い方でもないし、星を見ることだけが楽しみだったんだよ。どこでもヘマばっかりやって怒られてばかりだろ。それに人間なんて嫌いなんだ。慰めてくれる恋人はいないのかい？混ぜてるな、僕は。あ、一番星。いいだろう、星は綺麗で。星の世界行ってしまいたいよ。僕もお兄ちゃんの望みを叶えてあげるよ。綺麗な星の世界を連れてってあげる。いいだろうな、星の世界で暮らすな。のんびりと誰にも煩わされず。でも夢さ、僕の頭もどうかしてるんだ。ありもしない円盤のことなんかを夢中になってウルトラ警備隊報告したりしたんだから。うちのガラクタ望遠鏡で見えるんなら、警備隊天文台じゃもっと早く見えるはずだもんな。ただいま。大家のうちは望遠鏡屋さんか。ガラクタさ。いや、全部立派なもんだよ。お店の人もお母さんたちもいないのかい？うん、もうすぐ来るよ。いいなあ、こういうのが欲しいなあ。あげてもいいよ。何言ってんだい、坊やの親父さんに怒られちゃうよ。あっ、坊や。坊や、ちょっとこの望遠鏡覗いてみてごらん。円盤が見えるかどうか確かめてくれよ。確かめなくたって見えるよ、お兄さん。え？もっとよく大きな画面で見せてあげるよ。それは ペガッサ星雲第68番ペロリンガ星で、地球を征服するために送り込んだ円盤軍さ。やっぱり君が見たものは正しかったのさ。ウルトラ警備隊や天文台が信用しなかったのは無理もない。私たちは円盤を星にカムフラージュしたんだからね。君の素晴らしい直感で円盤と見えたものも専門家には星としか見えない。これで専門家を油断させるのが私たちの狙いさ。つまりウルトラ警備隊やウルトラセブンをね。私たちはなるだけ穏やかに事を運びたいのさ。狼が来た。幾度も言っているうちに誰も振り向きもしなくなる。本当の狼はその隙にやってくる。こんな地球の童話を私たちも知ってるよ。普通の地球の電話機さ、試してごらん。私は今宇宙のペロリンガ星人と話をしていると言って。そうそう、あ、ウルトラ警備隊、世田谷の副審ですが。ああ、宇宙人の習慣についてのお尋ねですか。宇宙人だよ。この資料ありがとう。ああ、そこ置いといてください。ではまた。宇宙人だよ。どうもどうも。ほーら、もう本当のことを信じちゃくれないし、本部の誰にも取り継いでもくれないだろう。人間なんてそんな動物さ。専門家は常にアマチュアより正しいと思ってるのさ。ここをつけば油断している隙に苦もなく地球へ大円盤軍を着陸させられるのさ。さあ、約束を果たしてあげよう。私は地球に飽き飽きした君を星へ連れて行ってあげるよ。もう随分大勢の地球人を私は星へ連れて行ってあげたんだ。ほら、ある日突然蒸発していなくなった人たちが君の身の回りにもいるだろう。いいこと？星が一瞬の露光で映るわけがないとしたら、これは何だと思う？
これは星じゃないのよ。星に見せかけた円盤群なのよ、やっぱり。異常発光物体だからアマチュアのカメラにも映ったってわけ。隊長、ここのところなんです。あのね、警備隊や天文台の観測機は強力な磁気と、なんだっけ、不透視バリア。不透視バリアだってさ、そいつで見えるものを見えなくされちまってるんだよ。わかんないのかい、宇宙人が襲来。福神さんの声でしょ。そこでわからないことを一度尋ねています。その途中で別人の声が入ってます。そしてまたオウム返しに福神さんの声。よし、分かった。緊急集合、緊急集合、機械等点検。炭素が直ちにパトロールに出発。はい。いずれウルトラ勲章は君のもんさ。三郎さん、これからも頑張ってね。じゃあさよなら。さよなら。よ、立派なもんだぞ。おー、いい青年だ。俺は昔から目つけてたんだ。おー、ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。ご苦労。おい、三郎。よくやる。どうだ、俺もサムって申しに来ない。おい、よかった。おい、サム。